え次に山本太郎君はい君、はいえー、自由党共同代表山本太郎です社民との会派希望の会を代表しお聞きをいたします、えー、昨日の石井大臣問責決議案次委員長解任決議案の野党側討論においてカジノ法案の審議が深まっていないと非常に、えー、明快にで,ですねその深まっていないっていうことが あの明らかになった、えー、討論だったと思うんですけれども、えー、その認識をですね与党側にも共有していただいたようで、本日、えー、このような質疑の機会をもう一度いただくことになったんですが、非常に気持ちは複雑です、当然、ここに石井大臣を縛りつけることになりますので、しかし、えーまあ、野党側は委員会を開くべきではないと、とにかく臨時国会へ、臨時国会でいいじゃないかという話をし続けましたが、どうしても立てるというので。 えー、これは質問に立つしかありません、えーまあ、そうは言いながらも、本当、昨日までの流れであれば、このまま採決に強行するということが、えー、大体ありがちなパターンなんですが、そこをとどまって、このような機会をいただいた、えー、藤川筆頭には、えー、ありがとうございますと、えー、お言葉ばを、えー、かけたいと、しかしですね、15分ではどう頑張っても深めようがないって話なんですね、入り口にも立ってないって話なんですよ、残念ながら。 私このカジノの審議において、カジノ関係の質疑したん、多分8分ぐらいなんです、総理の昔の暴力団関係者に対して、暴力団関係者とつながり,にあるつながりのある方に対してあの、選挙妨害を依頼したということに関して、えー、そのような汚れ仕事をそういうルートで頼む方が、カジノ管理委員会の。 任命賢者であるということ自体が問題なのじゃないかっていうその大前提の部分をお聞きしただけでそれ以外、えー、災害のお話しかできていません当然です今進行中のことですし本当にこの国で一番困った方々がなんとかならないかとこの猛暑の中で本当に、えー、明日も見えないような状況で頑張ってらっしゃるときに博打解禁法案のお話なんてなかなかできないっていうのが、えー、本心です。まあ この深めようがないほどの問題は継続審議以外にはありえないということを申し上げて、現在の日本において優先順位第1位の問題に移らせていただきたいと思います。えー、国の初道の遅れがあったこと、これ、弁明のしようがありません。しかし、ここからは被災地、被災者が一刻も早く不安を感じずに、元の生活が取り戻せるように、政府には本気を出していただきたいと、そう思います。何の必要性があって、今国会でカジノを通す必要があるんだ。 国会の要請じゃなくて官邸の命令じゃないかというようなやりとりよりも石井大臣のお力が直接多くの被災者を救うことにつながる方が大臣としても望まれるところではないのかなと思うので今回もお願いをぜひ聞いてくださいそれを前にこれまでのおさらいをしたいと思いますえ全国のパッカー車で余力があるものを西日本の被災地域に集中させること 地域住民の社会福祉事業を支える社協、その足となる車両がいきなりのダム大放流や水害で流されたり水没した件で現在、国にそれを保障する制度はないようでお力を貸してくださいという件被災地の各社会,、えー、社会福祉協議会社協に対してタスクフォース的にでも同じ人間を約1ヶ月スパンぐらいで数人入れるように調整をお願いできないですかとお願いした件。 自衛隊所有のキッチンカー、避難所、または避難所相当の施設への派遣、お願いする件、えー、大臣、これらお願いした件、すべて担当大臣にはお話をしていただきましたでしょうか、そして、一歩でも前に進みそうな案件というのは、この中でどれでしたかえ質疑の途中でございますが、委員の移動についてご報告いたします。 本日大門ミキシ君が委員を辞任されその補欠として田村智子さんが選任されました。はい。石井国務大臣。先日いただいたご要望につきましてはあの関係閣僚に直接お話しする機会はございませんでしたが関係各省にお伝えをさせていただきました。はい山本太郎君。 えっと大臣か、えー、まあ閣僚関係者にはお話はできなかったが、省庁には伝えていただいたと、ありがとうございます、えー、ちなみになんですけれども、その省庁からのリアクションといいますか、どのようなものだったでしょうか、はい、石井国務大臣あのごみ収集者については、すでにあの岡山県真備町ですかね、あの倉敷市真備町、で、えー、もう数十台。 入っているというふうにお聞きをしております。それからあの自衛隊の基順艦についてはあの愛媛県で、えー、提供しているようですけれども他の県からはご要請は来てないということのようでございました。はい山本太郎君。ありがとうございます。えー、っとですね私のお願いベースはですね一応。えー 大体まあ災害のことだったりいろんなことに関しては地方自治体からの要請がベースじゃないと前に進まないというような立てつけになっているものが多いと思うんですね、そこで広い範囲にわたってはなかなか被災自治体は手が回らない状態にあると、なので国が主導でぜひえそのようなイニシアチブを取っていただけないかというお願いなんですね。でえー、っと,という意味で先ほどの自衛隊のキッチンカーに関しましても ぜひ自衛隊側とお話をしていただいて、そういう準備があるということを、各避難所などにですね広く伝えられるような体制を作っていただきたいというお願いが1点と、そしてパッカー車、えー、いわゆる清掃車ですね、あまりにも木材だったりとか、家財だったりとかっていうものの、えー 瓦礫化といいますか、被災家財が多い中で、これを集積所に置いていくと、どんどんその幅を取っていってしまって、場所が足らなくなってしまうので、集めていく段階で圧縮をしていこうという話なんですけれども、現在、えー、マ,ビマビの方にはですね、えー、パッカー車が数十台入ったという情報を聞いているというのお話でした、これ、今回、かなり広い範囲での被災でございますので。 これをやはり東日本で余剰のあるパッカー車を西日本に送っていただくということをですねぜひ一体となってやっていただきたい、要請していただきたい、そこで、えー、一度は省庁にお話ししていただいたと思いますけれども、これをやはり大臣同士で、大臣同士でそこに加えて、できれば総理も一緒にお話をしていただきたいんですね、えー、っと閣議決定などが行われた後にですね閣僚の懇談会が開かれると聞いています。 そこでぜひお願いしたことを、ですねもう一度お話ししていただけませんか、いかがでしょうかはい石井国務大臣。あのごみ収集者につきましては、失礼しました、あの真備町だけでなくて、ですね広島県、あるいは愛媛県におきましても、あの広域的にあのごみ収集者があの派遣をされているということのようでございます。であのご要請事項につきましては、もうすでに各関係各所にお伝えをいたしましたので、関係各省でご判断されることになると考えております。 はい、山本太郎君ということは、先ほど私がお願いしたような、もう省庁に伝えたから、もうそれで、ここでピリオドですというお話ということですね、この先は石井大臣は、それぞれの関係大臣には直接、あれはどうなりましたかというご確認はしていただけないということでよろしいですか、はい、石井国務大臣、あの関係各省に私からということでお伝えをしておりますので、しかるべくご判断をしていただければと思っています、はい、山本太郎君。 一度お話しいただいた案件でも、ですねやはりトップ同士でもう一度確認をしていただくということが、より前に進めることになると思うんですね、全力で被災者に対してお仕事をするということは、もうすでに、えー、総理大臣もそのような趣旨のことは宣言されているわけですから、ぜひ大臣にも、ですね、えー、全員が復興担当としてとていうのは、これ、東日本に関しての話だけなんですかね。おそらくここの国で起こる災害に関しては 復旧、復興に関しては、全員がその担当大臣というつもりでやっていただけるものと信じております、なので、重ねて大臣からお願いをいただき、一歩でも前に進むよう、またぜひお話ししていただきたいんですけどいかがでしょうはい石井国務大臣、すでにもう伝えておりますので、関係各省で適切に判断されることになると考えていますはい山本太郎君。そんなに時間を取る話じゃないと思うんですけどね。 週に2回、まあ大体みんなで閣僚で集まる機会がある、その時に確認していただければ、これ、私が特別、得できるとかっていう話じゃないんですよ、これは被災者の方々が困られてて、被災地の方々に声を聞いてきた話なんですよ、パッカー車もね、えー、もちろん増強はしてるって話ですけど、まだ足りないんです。だかからら大規模に東日本から えー、余剰がある部分を西日本に送っていただくってことは、これ、やっていただきたいんですね、すでにやってるじゃなくて、すで既に省庁に伝えた私の名前でってことではなく、お会いになられる機会があるわけですから、ぜひお話をしていただきたいんですけどいかがでしょう。石井国務大臣あの。繰り返して答弁もさせていただいてますが、すでにあの、えー、委員のご要請はしっかりと伝えておりますので、関係各所でご案内をされると思います、はい、山本太郎君。 うん冷たいな、うん、やってほしくないわ、そんな人に災害担当とかいろんなこと、なんなんだよ、それ、幹事長でもろくな答弁してないのに、災害に関してもろくな答弁しないのか初動が遅かったじゃないか、確実に政府は。嘘でもいいから安心させろよ、被災者を。 いや嘘でもいいから言ってくれたらそう言ったじゃないですかって、後から言えるんですよ、こちらは。ないでしょ、そんなの。失礼だよ、よく言いますね、自民党の方、やじで、失礼だよとか、ルール守れとか、失礼だよ、どっちだ聞き違いじゃないでしょ、はっきり聞こえましたよ、衝動が議事録のんないんですよ、質疑、質疑じゃない、おかしい、こんな ももととこの委員会、開かれてること自体おかしいじゃないか。質質問問者は質問してくださいしてますよ、さっきから何回も、全く心のない答弁されてるから言ってんじゃないですか、はい、はい、質問続行じゃないですよ。全く答えてないじゃないですか、もう言ったから、それで終わり、それで済むんだったら、大臣は石井大臣じゃなくてもいいですね、そういうことですよ。 総理大臣はあの方じゃなくてもいいし、内閣は今の内閣でなくてもいいですよ、そんな、そんな仕事で済むんだったら、心込めて仕事してくれよ、税金で貯めてんだから、心からお願いしてんですよ、こっちは。皆さんも現場行って、こう聞かれたでしょ、それを伝える機会がここしかないじゃないですか、延長国会、何のためにしたんでしたっけ、延長国会。 ほとんどの法案全部通った後で、大企業が得するか、一部の既得権益の人間が得するような、そんな法案審議しか残されてなかった延長国会で、これだけの災害が起こって、災害対応を真っ先にやらずに、博打を解禁する内容ぐらぐら、ほとんど何も決まっていない、300を超えるような中身もすかすか、後で決めます、後で決めます、先送り。 これだけの依存症者がいるのに、より依存症者を生み出すようなことを、誰のために政治やってんだよ、ちょっとぐらい、省庁が力合わせて頑張ったらか実現できることぐらいやってくださいよ、所管外じゃなくても、やってるのを存じ上げてます、先日お願いをした重機100台、100台は私お願いしてませんけれども、小型重機に関しても、大臣はすぐ動いてくださった、私がお願いしていることは所管外で非常に申し訳がないと。 思いながらも、ここしか言うとこないんだもん、直接言えるところ、それに対して大臣はお話をしますというお答えをしてくださった、感謝してます、でも言葉だけじゃだめなんですよ、省庁には言ってくださいました、やるとは言ってない、省庁には私の名前から言ったと言った、けれどもその先なんですよ、もう一度、閣僚で集まる機会が週に2回、今は定期的に開かれてるかどうかは存じ上げませんが、その、 閣僚が集まった後に、ちょっと待ってくださいよ、何なんですか、人の質問者の勝手でしょ、どんな質問すんのかは、人の発言になんなんですか、検閲するんですか、せっかく時間作ったのにじゃないですよ、せっかく時間作るんだったら、今一番この国で重要な問題、苦しんでる人たちが多い、災害の対応ができるような委員会のみ開いて。 この国会が存在するべきなんじゃないですか、だって、この間も話したじゃないですか、民主党政権時代、自民党、今の政権がいちいち民主,党民主党政権の上げ足を取ろうとするけれども、はっきり言うわ、今の政権より100倍マしや、そういう話なんですよ、考えてみてください、東日本大震災、3.11に起こった、3.11は一番、3.11の時期、 一番国会が忙しい時期ですよ、予算もやってる、ね決算もやってる、他の委員会全部動いてる、今とは180度ちまい違いますよ、今これしかやってないもん、3.11の時はどうしたかって、8歳から6日後までは開かれなかったんですよ、国会、6日後に開かれたときにも、審議した法案、被災者に関係する法案審議しか行われなかったんですよ、何やってんですか、今これ。 何が白紙解禁やねんって、誰のためにやってんねんって、トランプのためか、アデルソンのためかって、それ以外の日本の金融資産すすり上げるためにどんだけ頑張ってんだって、共産党の辰巳さんからも指摘がありましたよね、どれだけ地道を上げて、このセットで万博とごまかしの万博で、白紙万博だ、そんなもの、はっきり言って、日本のこう金融金融個人の金融資産を吸い上げるような。 吸い上げさせるようなこと対して、入場規制にもなってないようなこと、結局6日間連続で入れることになるじゃないかって、何もやってないじゃないかって、誰か説明できるんですか、詳しくカジノの、このカジノ審議においてしゃべられたこと、中身すかすかですよ、時間食うばっかりで、これを全く分かってない人たちを納得させられるぐらいに、自民党の皆さんはこのことについて知ってるんですか。 カジノのことについてできますかね、指名したら答えてもらえますか、委員長、指名したら自民党の委員の方々に、一応用意はしてるんですよ、カジノについての、指名して、その方に答えていただけるというケースでいいですかね、私のこのような災害に対して、カジノに対してね。 こんなあり得ないような審議を強行する中で災害の質問をお願いをしている最中に大臣の熱意が足らないということに関して今ずっと時間取られてんですよ山本君に申し上げます時間を過ぎておりますので質疑をお,おまとめください最初にきちんと答えください答えさせろ外野はうるさいって外野はうるさいってそれちょっと待ってください今ねね 他の党の議員がさっき大きくやじってたとき何も言わなかったのに、その政党の数の力で判断すんのか、まっとうな、まっとうな声が飛んだだけじゃないか、最初の言葉にも答えてないって、最初の言葉にも答えてないからここまで引きずってんですよ、ここでまとめろ、何をまとめろって言うんですか、無理な話です、そんなことは。時間が過ぎておりますので、質疑をまとめてください。 え議事の妨げになりますので、委員以外の方はご静粛にお願いいたします言 <laughs>、ま、言わわれれる人と言われない人がいるっているうのはよくわかりますまとめようがないんですね、まとめようがないです、はっきり言って。だって、カジノのことまで行かなきゃだめでしょ。資料の1、被災地を訪れた安倍総理と被災者とのやり取りです。 テレビ番組が捉えていたものを抜き出しました。愛媛県西予市といえば、町が沈んだというダムの突然の大量放による災地です。質疑をお求めください。だって答えてもらってないんですもん。勘弁してくださいよ。もう伝えたから終わりだっていうような話だったじゃないですか。即決を止めてください。 石井国務大臣最後の答弁をお願いいいたしますはい、あ質問はいいいごめんなさい山本太郎君どうぞ最最後後のの質質問問お願いします最後の質問というよりも、最初の質問において、全く答え、もう言いましたから終わりですっていうようなね、がっかりしますよ、書道が遅れたっていうことを取り戻してくださいよ、そのための応援の質問でもあるわけですよ、それをずっとやってるわけですよ。 石井大臣もうちょっと快く答えてくださいよ、それ、安倍政権に対してマイナスイメージですよ、前向きにやりますと、話し合いをしますと、今、愛媛なんか電車止まってんですよ、寸断されてんですよ、ボランティアなかなか入れないんですよ、そこにフェリー会社ね、半分金出してるんです、ボランティア行ってくれる人、みんな行ってくださいって、半分出しますからって、これ、自主的にやられてるんですよ、九州から関西から向かうフェリー。 こういうところに国交省、お金出したりとかしてほしいじゃないですか山本君、時間をが過ぎておりますので、まとめてます今、今他にも、ねえ、JR でもやってますよ、小玉で新大阪からね、岡山からの先のところまでは、帰り道半分出すっていうのやってるんですけど、そんなけちくさいこと言わんと、国交省全部つけ,てつけてあげてよって、ボランティアと言わず、トを払ってあげてほしいぐらいですよ、本当はせめて足代ぐらいは。 50万人規模のボランティアが必要っていうときに、そこまでも自前でやんなきゃなんないって言ったら、行けない人も出てくるけど、足代もつわってったら、行ってくれる人も出てくるかもしれない、そういうところにまで気回していただきたいだけではなく、いろいろお願いいっぱいあったのに、大臣、これまで言ったことを、もう省庁に話したってことでしたけど、これもう一回、先ほどから何回も繰り返してる通り。 大臣に直接言っていただきたいんですよね、で、今、私が最後,ので最後に申し上げた JR の児玉、フェリーについても、これ、無料化されるようにお話ししてもらえませんか、お話ししてもらえませんかというよりも、これは石井大臣の、えー、所管の部分ですよね、いかがでしょうか。石井国務大臣 私といたしましては本委員会における山本委員からのまあ災害に関係する要請につきましてはこれまでも真摯に対応してきたつもりでございます。まず最初にあのボランティアの方が被災地に行く際のまあ高速道路料金につきまして、まあ手続きを高速道路金はあれ無料化でしたかね。手続きを早くしてほしいというご要請がありましたので、これはあのしっかりとそういう方向で。 やらさせていただきましたしまたあの、えー、民家の宅地内の泥を撤去するには小型の重機が必要だということで、まあ、その重機の,あの、えーまあ、一覧といいますかどこにどれだけあるかということのせ、えー、まとめをしてほしいというご要請でありましたが、まあ、被災地についてはもうすでにあの建設会社がですねそういった重機を借りているということがありましたので、えー、別途あの100台を被災地に。 支援をするということで、あの、個々の自治体と相談をしながら。あの、どこに、あの、派遣をするかということの調整も、させていただいて、おります。あの、今後とも、真摯に、あの、災害対応を取り組んでいきたいと考えております。はい。早急、早期を止めてください。はい 暫時休憩と出します次に山本太郎君はい山本太郎君はい、えー、自由党共同代表山本太郎です社民党の会派希望の会を代表いたしまして、えー、カジノ実施法案に対して反対の立場から討論いたします自民党公明党の皆さんにお伺いしたいんですなぜ今国会でのカジノ法案成立必要なんですか 未曾有の大災害である西日本豪雨災害に行政の持てる力を100%投入させることこそが全ての奉仕者である公務員の務めではないのですか民主党政権時代に起こった東日本大震災この際には予算審議の時期という1年で最も忙しい時期であっても国会は休戦しました6日間は災害対応に集中その後発災から6日後に開かれた国会でも被災地に 必要な法案のみの審議しかしなかった今回審議時間20時間のカジノ法案ではすべて委員長の職権で委員会を開き災害対応に一番活躍するはずの国交大臣博打解禁法案この博打解禁法案に縛り付けたことこれ万史に値しますもう一度お聞きします自民党公明党の皆さんなぜ今国会でのカジノ法案成立が 必要なんですか日本には多くの富裕層が存在し、世界有数のカジノ市場になる可能性を秘めているメルコ・クラウン、ローレンス・ホー CEO、日本はそのサイズと富のためにパーフェクトマーケット、ウィンリゾーツ、スティーブン・ウィン CEO、日本のカジノは究極のチャンスで、シンガポールはそのウォーミングアップに過ぎない、ラスベガス・サンズ、シェルドン・アデルソン会長。 このような方々が虎視眈々と狙う日本の個人金融資産を吸い上げていただくため、差し上げるための火事の解禁だと正直に言えばいいじゃないですか。特にラスベガス・サンズ、アデルソン会長は大統領選挙でもトランプ大統領への指折りの大口献金者であり、今年アメリカで行われる中間選挙でも共和党の議員に対する政治資金の支援も行っている。正直にトランプの射程である心臓として その役割を全うするために、カジノが必要なんだって言えばいいじゃないですか。もう一度お聞きします。自民党、公明党の皆さん、なぜ今国会でカジノ法案の成立が必要なんですか。読売新聞6月21日の記事。公明党の支持部体の総科学会内には、カジノを含む統合型リゾート実施法案への慎重論が根強い。 成立が秋の臨時国会以降になると、来春の統一地方選や、来夏の参院選に悪影響を及ぼしかねない、与党として法案には賛成せざるを得ないが、なんで賛成せざるを得ないんですかね、これ、不思議ですね、今国会で決着させて、大型選挙との間隔を空けたい思惑があった、このように報道してます、同様の記事は、全国紙のほぼすべてにおいて同じような調子で報じてますよ。 ここういういいいいとを報じじててなな新新新聞聞聞存在してるんでですすね政明ぐらゃか正直に公明党の選挙対策のためだけに、このカジノ法案を今国会で通さなきゃならないと言えばいいじゃないですか本法案の前身、IR 推進法の法案提出者であり、2年前に本委員会の答弁者として登場した5人の政治家は、1人も漏らさず。 パチンコ関係者からの献金を受け,受ける者たちだった、その際に、それでパチンコ規制ができるんですかそう聞いたら、口を揃えて、必要な規制はやる、依存症対策もきっちりやると何度も答弁をなさった、日本ではギャンブル依存症の8割がパチンコ、パチスロが原因と疑われる状態、そのパチンコスロットなどの危機器、いわゆる EGM が依存症者を大量に生み出すとも言われる。 強烈で刺激的な照明、色彩、フラッシュ効果、音響を駆使し、勝利の快感を持続させ、負けたときよりも大勝ちしたときの高揚感をすり込んで、サブリミナル効果を強化し、勝ちを求め続ける方向に、心理的、生理的に誘う刺激を与えるもので、依存症を生みやすいと言われ、医学的にはこのような刺激に繰り返しさらされることで、脳内に病的変化が起こると考えられています。 単なるパチンコの出玉規制だけでは意味がなく依存症を作り出す危機 EGM 自体を規制しなければ全く根本的解決には至りませんギャンブル依存症について2年前法案提出者の一人 IR 議連細田博之会長は実施法までの間にきちっとした対応をすることを今求めているそういったことをこれから推進法案の成立後の実施法案までの間に 個々に対策を取ることは可能であると考えていると答弁この2年間で最も依存症を生み出す遊戯とやらの一番の原因について何か予防的措置は取られたのか警察庁に問い合わせました EGM やパチンコパチスロが脳に与える予防的措置については指導通知も行っていないと回答また EGM について関係省庁や政治家 閣僚が話し合った会議があるかと問われても、警察庁は把握していないとのこと、あまりにもバカにした、口から出まかせの国会答弁、国民を欺き、利害関係者のためにしか汗を流,流さないその姿には怒りしかありませんよ、この時間が過ぎれば、自分たちの思い通りになる、そのまましのぎの嘘しか言ってないじゃないですか。そして今回米カジノ業者の代理人が 超党派の ir 議連の幹事長でありかつ自民党カジノ pt の座長だった自民党議員をはじめとするカジノ推進派の国会議員らのパーティー券を購入していたことも報道で明らかにカジノ法の立法自立は自分に金をくれる人にもっと儲けさせるためこれ以外に何があるんですか端た金欲しさにその先に美味しい思いができるかもそんなことを政策実現につなげる どこまで行っても怪しい政治、いつまで続ける気なんですか、この国を草刈り場として、企業側に差し出すような政治や恥を知れこ指令、心ある政治家の皆さん、反対してくださいよ、この IR、IR じゃない、爆死の解禁、これと天秤にかけて、災害対応も同時進行、ありえないっつう話ですよ。被被害者に対し被災者にに対対しし災 お亡,くりお亡くなりになった方々に対して、哀悼の誠を捧げる、そんな言葉政治家よく言いますよね、本当ですか、それ。本日の朝の時点で、死者は217人、行方不明者は12人、明らかに政権の初動、遅れましたよ。気象庁が最大級の 注意喚起を促している夜に、みんなでお酒飲んで楽しんだんでしょ、自民って、その間にも人が亡くなっている可能性が高い、この政府の初動の遅れによって、一体何人の方が亡くなったのか、死者の状況217人、岐阜県関市で男性が1名死亡、滋賀県高島市で70歳代男性が水路に転落し、死亡、京都府 亀岡市で50歳代女性が死亡、綾部市で土砂崩れにより70歳代女性、30歳代男性、80歳代男性が死亡、舞鶴市で土砂崩れに巻き込まれ、行方不明になっていた60歳代男性が死亡、兵庫県稲川町で50歳代男性が水路に流され死亡、宍粟市で 60歳代男性が土砂崩れにより死亡岡山県61人、笠岡市で土砂災害で40歳代男性、50歳代男性が死亡、笠岡市で男性が死亡、茨城で土砂崩れにより40歳代女性が死亡、茨城で1名死亡、総社市で80歳代男性が死亡、総社市で 60歳代男性が2名死亡総社市で1名死亡倉敷市真備町で90歳代男性3名80歳代男性7名女性10名70歳代男性7名女性13名60歳代男性2名女性2名40歳代男性1名女性1名20歳代女性1名 10歳未満名名の計48名が死亡倉敷市で70歳代男性が死亡広島県、秋田高田市で50歳代男性が川に流され死亡熊野町で土砂崩れにより死亡東広島市で男性が川に流され死亡東広島市で50歳代男性が死亡三原市で土砂崩れにより死亡府中市で 土砂崩れにより死亡。竹原市で七十歳代男性が死亡。竹原市で五十歳代女性。六十歳代女性が死亡。福山市で速攻で倒れた方の死亡を確認。三原市で土砂災害により四名死亡。東広島市で二名死亡。東広島市で四十歳代女性と七十歳代女性が死亡。 東広島市で男性死亡、東広島市で男性死亡、東広島市で女性死亡、福山市で女児死亡、坂町で死者2名、東広島市で死亡、東広島市で30歳男性が死亡、三原市で死亡、尾道市で80歳代男性が死亡。 呉市で家屋が倒壊、土砂流入により3名死亡呉市で土砂流入により死亡呉市で死亡呉市で土砂が崩れ死亡呉市で建物に土砂流入し死亡呉市で土砂流入により死亡広島市で50歳代女性が土砂崩れにより死亡広島市で土砂崩れにより2名死亡広島市で3名死亡。 広島市で家屋が倒壊し1名死亡大洲市で90歳代女性が土砂崩れにより死亡松山市で女性1名と子供2名が土砂崩れにより死亡宇和島市で70歳代男性が土砂に埋まり1名死亡宇和島市吉田町で40歳代女性男児60歳代女性が土砂災害により死亡 宇和島市で土砂による家が倒壊し50歳代女性と70歳代女性80歳代女性が死亡宇和島市で60歳代男性が死亡今治市で40歳代女性が死亡今治市で土砂崩れにより家が崩壊女性が1名死亡西予市で80歳代女性が死亡男性も死亡 西予市で70歳代男性が河川に流され死亡西予市で80歳代女性を自宅の倉庫内で発見し死亡を確認西予市で50歳代男性を田んぼで発見し死亡を確認大洲市菅田地区で70歳代男性が死亡大洲市森山地区で70歳代男性が死亡宇和島市で70歳代男性が死亡大洲市で 40歳代女性が水路,水路に車ごと転落し死亡。宇和島市で70歳代女性が土砂に巻き込まれ死亡。宇和島市で60歳代男性が土砂に埋まり死亡。松山市で60代男性が死亡。周南市で女性が土砂崩れにより死亡。岩国市で70歳代女性が土砂崩れにより死亡。岩国市で 80歳代男性が土砂崩れにより死亡高知県大月町で土砂災害により2名死亡香南市で40歳代男性が乗った車が流され死亡福岡県福岡市で80歳代女性が風にあおられ高所から転落し死亡筑紫野市で60歳代女性が死亡北九州市で1名死亡 北九州市で土砂崩れにより家が潰れ60歳代女性が死亡伊万里市の福祉作業所で所在不明であった20歳代男性が死亡佐賀市で行方不明となっていた80歳代女性が死亡宮崎県小林市で60歳代男性が増水した川に転落し死亡鹿児島県鹿児島市で2名死亡 行方不明者の状況、奈良県大和郡山市で60歳代男性が田んぼの様子を確認に行ったが帰宅せず現在捜索中、岡山県高橋市で60歳男性が行方不明、新見市で60歳代男性が行方不明、鏡野町で60歳代男性が行方不明、広島県広島市で4名が行方不明。 佐賀町で1名,が1名が行方不明呉市で1名が行方不明、東広島市で1名が行方不明、秋田方市で1名が行方不明、そのほか連,連絡が取れないものの状況、愛媛県、紀北町で女性1名、大洲市で男性1名。 これらの命の中で、政府の対応が早ければ、救われてた命あるんじゃないですか、両天秤にかけることなんですかというよりも、同時進行でやるんですかありえない話でしょで、採決やりたい、どうかしちゃってんじゃないですか人間の心失っちゃってんじゃないですかあまりにもありえないでしょ 国の責任があるんですよ、初動の遅れ、本気で対応しなかった、総理が自分のお家で引きこもってる間に、人の命が失われてる可能性あったでしょ、どうして動かないんですか、もっと、どうして官邸で、どうして皇邸で指示を出せる体制にしないんですか、自宅に帰ってる場合じゃないでしょ、それだけじゃない、国土交通省、ねえ、これが管轄しているダムでも、ありえない量を放流するっていうことがあったわけでしょ。 その犠牲になった町存在してるじゃないですか、みんな命がけですよ、予定時間よりも早まってそれが大量放流されてしまうようなこと、あったんです、でもそれもしょうがなかったかもしれない、だって決壊するよりはマシだからって、そういう感じなんですね、本当にその憤りを現場の人たちから聞いた、それはもう皆さんに聞いていただきましたよね、消防団の方ですよ、消防団の方。 今回、上流の野村ダムの放流による川の氾濫により、住宅約650戸が浸水、住民5人が命を落とした愛媛県西予市の地元の消防団に属する若い世代にも、私、直接お話を伺ったと先日言いました。今回、犠牲者を出した野村ダムの放流を増やした7月7日早朝5時ごろ、消防団の事務所に招集された水没可能地域、示された地図配られた。 ああもうこんな準備がされてて、ここが水没するってことを事前に分かってたのかと、消防団の人、びっくりしたって、6時半に放流が始まります、それまでに地域住民を避難させるよう、それぞれ消防団の皆さん、伝達を受けた、消防団で括弧を回った、逃げてください、逃げてくださいって、私、他の人にも聞いた、サイレン鳴らした、で行政もちゃんと車を走らせて、避難してくれっていう放送を流した、どっちも重なり合って、何も音聞こえない。 外の雨の音も大きいし、サイレンと行政の車が一緒になって、何も聞こえない状況だった、自分で逃げるタイミングは判断しましたという方にもお会いした、消防団で各校を回り、避難を呼びかけたけれども、6時半に水が出ると言ってたけれども、6時20分ごろには異常な状態に気づいたと、これは危ないと、消防団自身も危険な状況に置かれ、商店街もかなりの水位になり、そこを泳いで人を救出に向かっている消防士の姿も見たと。 この消防士だって被災者ですよね築1年の住居、床上1メートルまでの浸水あったけれども、これ、一体どんな保障があるんですか、国はって、この間、総理が訪れてましたよね、被災地、テレビ番組やってたんですよ、肩を落とした高齢のお母さん、年金暮らしなんでねって、家は形ごと残ったからって、この家を捨てて新しく、 新しい家を手に入れるのか、それとも内装をやり直した方がいいのか、どっちにしてもお金がかかりすぎるからということをですねと総理に直接言ってたんです、そしたら総理、なんつったか、大丈夫ですよって、なんだその大丈夫ですよって言って、大丈夫ですよ、みんなで頑張りましょうっていう、ただの励ましですか、違いますよね、大丈夫ですよ、国が全面バックアップしますよっていう言葉だと思うんですけど、じゃあ聞きますけど、今回のこの状況において、国が100%、 バッックアップするような体制になってるんですかってなっててなませんよね、おかしくないですかって、じゃあどういう状況になってるか、被災者生活再建支援制度、自然,自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することに,より君に申し合わせの時間を過ぎておりますので、討論をまとめてください。被災者の皆様に お見舞い申し上げますって何なんですか哀悼の誠を捧げるとかどういう意味なんですか儀礼的な言葉ですかまあ、おそらく、あれだけの大災害が起こって、今も復旧の真っただ中で、こんな私たちがこの国会館を移動するだけでも汗だくになるようなところで、泥をかいたりとか、人を探したりとかしてる人たちを考えれば、どれだけ馬鹿げたことを今やってるかってことわかるでしょうって、申し合わせの時間を過ぎてる私。 申し訳ございませんでも私がやってることよりもこの採決が行われていること自体がおかしいだろうって正気を取り戻してくださいよ政治が被災者生活再建支援制度自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し被災者生活再建支援金を支給することによりその生活の再建を支援しもって住民の生活の安定と被災地の速やかな復 復興を手助けするという制度、まあ、簡単に言うと自然災害で10世帯以上住宅の全壊被害が出た市町村で使える制度だと水害の場合は今回水害ですもんね住宅に床上1.8メートル震災が、えー、浸水があれば全壊床上1.8メートル未満から1メートルで大規模半壊床上1メートル未満で半壊床下は半壊に至らずこの4つの被害程度によってお金が支給される。 時間がないのであくまでざっくりですけれどもまず基礎支給金として全会の場合には100万円大規模半壊の場合には50万円支給 <laughs> 加算支給金として新たな住宅を建設・購入する場合には200万円追加だって現在の住宅を補修して住む場合には100万円公営住宅以外の賃貸住宅に転居する場合には50万円がそれぞれ支給される仕組み、まあ、大きいところだけ言うとつまり全会の人が 家を一から建て直すってったら300万円もらえる、大規模半壊の人が家を補修するんだったら150万円ねって、はっきり言って、桁違いすぎるじゃないですか、足りるわけないじゃないですか、こんなので、せめて野党が提出している被災者再建支援法の改正案、先ほどの金額を増額する法案です、これも十分ではない、でも現行制度よりはまし、全会で建て直して500万円、大規模半壊で補修して250万円。 全然違いますよ、現行制度よりも200万円、一から立て直す場合は、ね、大規模半壊で補修するならば、プラス100万円現行制度よりも上積みされる、最低でもこっちじゃないですか、今国会で通してくださいよ、今国会で、カジノじゃないだろう、博打じゃないだろう、これが詐欺だろう、どうしてこれを通してくれないんですか、山本君に申し上げます、時間を大幅に超過しておりますので、発言をやめてください。 院長ご自身も被災地のの選挙区の方です本当は、本当は心からこれを早く通してほしいという思いをお持ちの方だと思います、本当は、けど今のね、選択では、自民党が示した方向性、官邸が示した方向性に従うしかないんだというような中で、本当に苦しい決断をされている方だと思います、でもやっぱり勇気を持って、これはおかしいと。 いう選択をしていただきたかった少なくとも野党が提案をしている現行制度よりもプラスされた金額の保証制度を少なくとも今回今国会で通してくださいよ何のための延長国会なんですか全部大企業とか利権関係者にしか特にならないよならないような法案しか通してないじゃないですか働き方改革という名の過労死促進法 そしてこのカジノ、ほか、自民党の合区にしてちょっと損さした人のために、プラス2つ席やるわみたいな法案、選挙制度改革、何やってんだって、政治の私物化、極まれりですよ。少なくとも書道が遅れた分は全力で取り戻すっていうのが、少なくとも人の心を失っていない人たちがやることでしょ。だとするならば、今国会中に、明日1日でもやれるじゃないですか。 どうしててやっいいただけないんですかそういうことやってくれって言いましたか、国土交通大臣山本君に再度申し上げます、時間を過ぎておりますので、討論をまとめてくださいそんなに、採決やってる場合じゃないんですよ。現行制度では、先ほどの制度、国からの補助、2分の1しか出ないんですよ。 山本君に再度申し上げます。すでに法案に対する意見は出てくつっていますので、おまとめくださいだ、えー。議事の妨げになりますので、委員外の方はご静粛にお願いいたします。早急お起こしてください。どうぞ。おきます。はい。委員長。はい。あのー、審議が尽くされたようなお話が今ありました。 尽くされたどころか、まだ入り口にも入れてないんですよ、で、審議が重なっていくうちに、やっぱり穴だらけだということが、審、え、議、ー、のたびに分かる法案になってしまってるっていうのが、カジの法案なんですね、尽くされてるところじゃないんですよ、このまま見切り発車、ね、強行で行こうっていう方がおかしいですよ、誰のためにそれやるんですか、誰が喜ぶんですか、お金もらった人が、約束通りやりましたよっていう報告できるようにですか、安倍総理がトランプさんにいい顔するためですか。 大口の献金者、アデルソンの、ねあまりにもおかしいじゃないですか、それに私自身にとっても、今回のカジの法案では、ほとんどカジのこと聞けてないんですよ、それはお前が質問しなかったからだろって言われるかもしれないけれども、それどころじゃないんだよってことなんです、どう考えたって優先順位は災害対応だろうって、でね、私が唯一お話をした、その、 カジノに関してのお話は、99年の下の関市長選の際に、安倍総理が、えー、安倍総理が応援する候補のその相手候補、この相手候補に対して選挙妨害を依頼した、その選挙妨害を依頼した人に対して、お金を払ったけれども、約束の額と違うじゃないかってことで揉め事になって火炎瓶投げられたって話なんですね。で、カジノと考えてください、カジノで。カジノ管理委員会、こういった暴力団等の排除を行う、いろんなことを細かく決めていくのがカジノ管理委員会。 そのカジノ管理委員会の任命権者誰だって言ったら、総理なんですよ、総理が昔に暴力団とつながりのある人間に対して、選挙妨害という民主主義にはありえないような汚れ仕事を発注した可能性があると、まあ私は質問では、えー、カジノに関してはここしかできてない状態なんです。だかから審議が詰まったとね <laughs> あの議論がね結構、もうこれ以上は掘り下げるなかなか難しいだろう、一定のところまで深まっただろうなんていう判断、全くできないですよ。でね、先ほどのお話です、今回、水害に遭われた方、土砂災害に遭われた方々、いろんなそれぞれの被害によって、それが賠償される、えー、お金を助けてくれるという現行制度があるとお話し,しました、これ、現行制度ね、国からの補助は2分の1なんですよ、これ、少なすぎひんって、山本君、これ、これ地元の自治体も大変です山本君に申し上げます 約束は約束でございますので、時間通り、ルールを守ってお,お願いいたしますあの委員長おっしゃること、もっともなんです、約束は約束、ルールはルール。委員長を一人間として、私、その言葉は非常にしみる部分がありますけれども、でも、それを言わせている自民党だったり、安倍政権を考えると、自分たちの都合のいい局面のときにはルールを守れ。 自分たちの都合の悪いときには、ルールは守らないってことをやり続けてるんですよ、覚えてますか、消費税3%増税された、8%になった2014年4月、この時にその事前に約束されてましたよね、消費税増税分3%はすべて社会保障の充実、ね安定に使われるっていう,う話してました。結果どうだったかっ,つったたから 3%の増税分で税収8兆円程度、このうち10時間を大幅に超過をいたしておりますので、発言をおやめください3%ね、3%、8兆円、これを蓋を開けてみると、どうなったかっていうと、結局、消費税の、消費税を財源にして、でそれを100%社会保障の充実に使うといったのに16、16%しか使ってないんですよ。 どういうことですかこれ、充実と安定化に何パー使ったかって言ったら55、55%程度、これ、有権者との約束である公約を破ってんじゃないですかって、国会内外でいろいろルール破り、常識を外れた行動をされている方々に、ルールを守れと都合のいい時だけ言われたら困りますよ、そんなの山本君、時間守りまし度 <laughs> 家を水害あった方、土砂崩れあった方々に対して、全壊、大規模半壊、半壊、そういう方々に対してお金が出るという制度になっています、しかしこれ、国からの補助は2分の1、これじゃあ自治体大変じゃないですか、ただでさえお金かかんのに、けど例外があったんです、東日本大震災のときには、5分の4、国が負担した、本当は今日石井大臣に対して、このことを総理にお願いしてくださいと。 東日本大震災と同じように、5分の4、国の負担にしてあげるということを言って、被災地の、ね、抱えてるしんどい思いを軽減させてあげてほしいというお話をしようと思ったんですが、それ以前の問題、冒頭の質問で、石井大臣から快いお返事をいただけなかったので、そこで止まってしまったんですね。まあ、どちらにしましても、私がお願いしたいのは、先ほどの今国会中に、 野党案これ、野党案じゃなくてもいいですよ、もう究極は、そうでしょ、いつもほら、野党案、いいの出てきたら、そのまま自民党案として持ってったりしてるじゃないですか、その方式でいいですよ、結局はこれね、被災者のためになればいいんだから、そのまま丸パクリして、進めてくださいよ、お願いしますよ、そんなこともしない延長国会だったら、全く意味がないですよ。このためだけですか、このためだけ、あまりにもひどい。 税金支払う価値もない国だということを自分たちで宣言しているようなもんですよ、私がお願いしたいのは、それだけじゃなく、国の負担率、これ、国の負担率を東日本大震災と同じ、5分の4にしてくださいって、これ、自民党の皆さんからも言ってくださいよ、総理に、急いでくださいよ、これだけ広い規模、広い範囲にわたる災害が日本で起こった、この復旧の時間、復興の時間が遅れれば遅れるほど、日本全体にそれは影響を及ぼすんですよ。 一刻も早く復興が望まれるならば、5分の4、これは国が持つと、今宣言してくれれば、明日どうなるかわからないと思っている人たちにも、おそらく光が灯ると思うんですよね、さっきの総理、地元に行かれ、被災地に行かれて、大丈夫ですよと、お金の心配をされている、住まいの心配をされている人々に、大丈夫ですよと声をかけた、この大丈夫ですよって何だったんですかって。 そこまでしなきゃ、先ほど言ったようなことまでしなきゃ、大丈夫ですよなんて言葉かけられないですよ、あの日は、総理が被災地を訪れた日は、どこに行くのにも大勢の報道陣が総理の後ろ,つ後ろをついて歩いた、この報道陣にいいとこを見せるために、大丈夫でもないのに大丈夫ですよとか軽口叩いたんですか、違いますよね、責任を持っていただきたい。 まず初動が遅れたということに対して、これを取り戻すということに対して全力を尽くすためには、少なくとも国会が閉まるまでに野党案、現行制度よりもお金が上積みされる現行案をぜひ前に進めていただきたいと思います。ぜひ与党議員の皆さんには、政治生命かけていただきたい。それぐらい価値があることですよね、これって。生活再建、これ、いち早く軌道に乗せるためには、お金出すしかないんですよ。ケチってる場合じゃないんですよ。 自分の周辺たち自分自分たちの周辺だけ気まよくしているだけでどんどん細っていってるっていうのわかるじゃないですか。なんでデフレが20年も続くんですかって。20年貧乏が続く国なんてないですよ。山本君に再度申し上げます。えー、申し合わせの時間を大幅に過ぎておりますので、おもあのこのあたりでやめてください。そうですね。そうですね。あのね。 採決なんかやってる場合じゃないんですよ、こんな国会が許されたら、もう何でもありになってしまうじゃないですか、ね、前例を作るわけいかないんですよ、災害対応、それプラス自分たちの利権のための法案を通すなんてことが、これがスタンダードになってどうするんですか、これが前例になってどうするんですか、生活再建、いち早くするためにはお金を出すしかない、この国は人々にお金を使,い使わなすぎた、だからデフレが続いて、 この国がが成長せずに貧乏が続くんですよね、IMF のデータで見ても分かるじゃないですか、どれぐらいこの国が成長してるかって、名目成長率、180カ国以上のデータを元に集めた IMF のデータで見ても、この国はこの20年で11%しか成長してないんですよ、国が金出してないからですよ。 貧乏のどん底にあるような人々、多くの人々の苦しんでる生活を無視して、自分たちの周りだけお金回してどうするんですか、カジノなんてまさにその象徴じゃないですか、一番困ってる、どうしたらいいんだっていう状況の人たちが数多くいるときには、国が絶対やってやるからと、ね、先日、被災地に総理が入られて困っているお母さんを相手に、大丈夫ですよって言ったことを、本当に大丈夫なようにしてあげてくださいよ、口だけですか。 少なくとも国会は明日まである、いいじゃないですか。あ日曜、あよかった、まだいけるわ、じゃあ、まだまだ通せるわ、よかった、ええ、まだまだいっぱい通せるわ、よかった、ありがとうございます、焦ってたんですよ、明日までは思って、すいません、ありがとうございます、よかった、お願いしますね、でもう1点、仮設住宅に対して、これね、1点いいことしてるんですよ、ここまでは聞いといた方がいい、だって自民党にとってプラスな話だから、ね。 仮設住宅に対して、これまでね、大規模半壊以上でないと入れなかったんですよ、でも今回は半壊でも入れるようにしていただいた、そのつもりらしいですこ、これについては本当にありがとうございますと言いたい、けれども、これね、もう一歩踏み込んだことしていただきたい、仮設住宅1個、これを作るのに、お値段はだいたい基準で560万円以下、じゃあ、例えば仮設に入りませんという選択をした人に、そのままお金をあげてほしいんですよ。 仮設に入らないんだから、2階部分だったら住めるから仮設に行かずに、2階部分に住みながら家の補修をするというようなことをやる方々に対して、これ、お金を差し上げていただきたい、仮設にかかる費用をそこに入れれば、その人たちだって生活再建早まりますよっていう話なんですね、これ、おそらく仮設に関わる部分でも、ハウスメーカーとの利害関係が存在してると思うんですよ。そういうういい問題がななんだったららこの件是非仮設に入らなければお金を 大大臣大丈夫ですかあ,あもうすぐ終わるなと思って見れるんですか、お願いしますよ、これ、あの私、ただただしゃべってるだけじゃなくて、石井大臣に届けと思いながらしゃべっております、そして、えっと、大臣以外の、えー、副大臣のも、えー、理事会申し合わせの時間を大幅に超過しましたので、他に討論、他にご意見ないと思って、ありがとうございます。ま 他にご意見の内容ですから討論は終了すると認めますこれより採決に入りますしまし特定複合参考告したとこ以上ですしし終了すると認めますこれによって本会は多数をもって

静粛にしてください,どうぞい矢田若男さん私はただいま委員以外の方はご静粛願います私はただいま可決されました特定複合観光施設空気清備法案に対し自由民主党心公明党 公民,民主党、新緑風会および日本維新の会の各派共同提案による、特定複合施設、観光施設区域整備法案に対する、決議案本法の施行にあたっては、次の所定について適切に対応するべきである。 1政府は特定複合観光施設、区域整備に関わる基本方針の策定、区域整備計画の認定等の各段階において、家事の施設の整備および運営に伴う有害な影響の排除、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を通じた観光および 地域経済の進行を前に財政の改善の観点から十分な検討を行うこと2、政府は国定国防観光施設区域に設置される中核施設の基準に関する政令を定めるにあたっては各施設が設置運営事業等の公益性を確実に担保するものとなるよう留意すること。 また、送客施設については、単なる観光案内所ではなく、全国各地の観光及び地域経済の振興に寄与するものとなるよう、適切な基準を設けること。3、政府は特定複合観光施設、とりわけカジノ施設の顧客の多くを日本人が占める可能性があることに鑑み、 区域整備計画の認定認定区域整備計画の実施の状況の評価にあたっては、複次的弊害の防止に配置するとともに、外国からの多くの観光客を呼び込むとの観点を重視すること。4政府は 本校施行後、最初にされる区域整備計画の認定の日から、記算して7年後の認定区域整備計画数の上限の見直しについて特定複合観光施設区域の整備による経済効果および周辺地域も含めた治安等への負の影響を検証した上で慎重に検討すること。 区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の政策等において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、住民の合意形成に努めること、また政府は同計画の審査の際、特定複合観光施設区域の整備に対し、同計画を申請する都道府県等および立地市町村等における住民の意見を反映させるために、 必要な措置が講じられていることを確認すること。6、区域整備計画を申請する都道府県等は、実施方針の策定および変更、民間事業者の選定、区域整備計画の作成等に関する事項を協議する都道府県等の協議会については、家事の事業者に関係するもの以外の意見を適切に反映すること。7 国都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きけに対し、収賄罪の不正行為を防止し、選定の公平性、透明性を確保すること、8、政府は区域整備計画の申請の期間に関する政令を定めるにあたっては、各地方、公共団体による申請を公平に受けられる規範機関とするとともに、 同計画を認定したときは、国会に報告すること。9、政府は事業計画に関する国土交通省令を定めるにあたっては、設置運営事業等の公共性を、公益性を確実に担保するとの観点から、設置運営事業者等がカジノ事業の収益をカジノ施設以外の施設の整備投資等に確実に充てるよう、必要な措置を講ずること。10 政府は設置運営事業等の廃止に関する国土交通省令を定めるにあたっては、当該廃止の是非の適切な判断に資するよう、必要な措置を講ずること。11、政府はカジノ事業に参入しようとする民間事業者等に対する背面調査の実施にあたっては、関係行政機関との十分な連携を図りつつ、 厳格な調査を実施するとともに、カジノ事業者への免許付与後も、継続的にモニタリングを実施することにより、反社会的勢力の排除を徹底し、カジノ事業に関わる連結性の確保に万全を期すこと、12、政府はカジノ施設利用、約間の記載、事故およびカジノ事業者が同約間の内容を顧客に提供する方法に関するカジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、 カジノ施設内の秩序保持、不正行為の防止、依存防止対策等の観点を踏まえ、顧客によるカジノ施設の適切な利用の確保に資するものとなるよう留意すること。13、政府はカジノ施設への入場回数制限並びに入場料および 認定都道府県等、入場料とカジノ行為に対する依存と関連性について、カジノ事業者等の協力を得て検証し、必要に応じて適切な対策を講じること、14、政府はカジノ行為の種類および方法に関するカジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、カジノ事業の健全な運営を確保するとの観点から十分な検討を行うこと、15、 政府はカジノ行為の公平性を確保し、または著しく顧客の社交心をそそることを防止するために必要なカジノ行為に関する基準に関するカジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、ギャンブル等依存症に関する国内外の調査・研究の成果を反映させるよう努めること。16政府は依存防止規定に関する カジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、同規定に基づく依存防止措置が実効性あるものとなるよう留意すること、また、カジノ事業者への免許付与後においては、依存防止規定の遵守について、カジノ事業者に徹底させるとともに、依存防止措置の実効性の検証を行い、必要な措置を講ずること。 17、政府はカジノ行為に関わる依存症対策について、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、国内外の動向に留意しつつ、既存のギャンブル等に関わる依存症対策に加え、予防から治療、社会復帰に至るまでの必要な対策を講ずること。18、政府は特定金融業務に関わる帳簿書類の作成、保存に関するカジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、 当該業務の事後的な検証に接するものとなるよう留意すること、19、政府はカジノ事業者による特定資金貸付業務がカジノ行為に対する依存を助長することのないよう、慎重な検討を行った上で、予託金の額を定めること、また多重債務等の問題が生じないよう、カジノ事業者に対し、 顧客の返済能力に関する調査を徹底させるとともに、貸付限度額の把握に努めること。二十政府は特定資金貸付業務における取り立て行為において、顧客に電話等をしてはならない時間帯に関する家事の管理委員会規則を定めるにあたっては、過剰な取り立て行為を防止する観点を踏まえ、十分な検討を行うこと。二十一 政府はマネーロンダリング防止のために講じられるチップの他人への譲渡、家事の行為区域外への持ち出しの禁止等の措置の実効性確保のため、犯罪収益移転防止規定に関わる審査等を通じて、家事の事業者による顧客管理措置を徹底させること、また家事の事業者が届け出た疑わしい取引に関する情報等について、集約、整理および分析を徹底して行うこと。 22政府は一定額以上の現金取引の届け出対象となる取引及および金額に関する政令やチップの交付等に対する顧客の支払い手段および特定資金移動業務における金融機関に関する家事の管理委員会規則を定めるにあたっては、マネーロンダリング対策に万全を期すとの観点から十分な検討を行い、必要な措置を講ずること。23 政府は、カジノ事業およびカジノ施設に関する広告および勧誘の規則が、カジノ行為に対する依存防止および青少年の健全育成の観点から重要なものであることを鑑み、特定複合観光施設、区域外で広告物の表示が禁止されない施設に関する政令を定めるにあたっては、当該施設を可能な限り限定すること。24 政府はカジノ行為関連景品類の内容、経済的価値および提供方法に関わる基準に関するカジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、カジノ行為関連景品類の提供がカジノ施設の過度な利用を誘発することのないよう留意すること。25、政府はカジノ施設およびその周辺における秩序の維持のための措置に関するカジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、 カジノ施設を利用させることが不適切であると認められるものによるカジノ施設の利用の禁止、制限、カジノ施設およびその周辺における監視および警備の実施に万全を期すこと、26、政府はカジノ事業の健全な運営に重大な影響を及ぼすカジノ関連機器等の種別、用途および機能に関するカジノ管理委員会規則を定めるにあたっては、 カジノ業務に関する不正行為の防止に万全を期すとともに、不断の見直しを行い、必要な措置を講ずること。27、政府はカジノ管理委員会の事務体制の整備にあたっては、同委員会の公平性、中立性に疑念を持たれることがないよう、十分に留意しつつ、カジノ事業の監督を確実に行うことができるよう、必要な人材を確保すること。 また、同委員会の職員が必要な能力を備えることができるよう必要な措置を講ずること。28、カジノ管理委員会は同委員会における審議については、透明性を確保するよう努めること、特に本法において同委員会に委任された規則の策定については、その検討の経過を明らかにすること。29、政府および関連地方・公共団体は、地方対治,治安対策その他の 弊害防止対策及び火事の行為を含むギャンブル等依存症対策について立地地方公共団体のみならず周辺地方公共団体においても万全の対策を講ずることこのため納付金や入場料による財源の活用を含め財政的な措置のあり方について検討し必要な措置を講ずること三十政府は本法に基づく政令等を定めるに当たっては 国会における議論を踏まえて検討を行うとともに、国会および国民に対し、十分な説明を尽くすこと、31、政府は特定複合観光施設、区域の整備の推進に関する法律不足第2項に基づき、本法の見直しを行うにあたっては、本法に基づく政令、省令および家事の管理委員会規則に定める事項について、十分な検討を行った上で、 必要な措置を講ずるとともにその結果を国会に報告すること右決議する以上でございます何卒委員各位のご賛同お願い申し上げますえー、ただいま八田さんから提出されました付帯決議案を議題とし採決を行います本付帯決議案に賛成の方の挙手を願いますえ多数と認めますよって八田さん提出の付帯決議案は 多数をもって本委員会の決決議とすることに決定いたしましまたただいまの決議に対し、石井国務大臣から発言を求めておりますので、この際、これを許します。石井国務大臣、えー。ただいまご決議をいただきました付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じますなお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。 ご異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて参加いたします。